宇宙に行った生物たち16選。紀元前から人類は宇宙に思いを馳せ、各地で独自の宇宙観を発達させてきました。それから時は経ち、1957年に当時のソ連が人類初の人工衛星を打ち上げたことを皮切りに、アメリカとソ連との間で始まった宇宙開発競争。1961年、ユーリー・ガガーリンが人類で初めて悲願の宇宙有人飛行に成功します。人類と宇宙の距離はぐっと近づきました。では宇宙と生物はどうでしょうか。今回の動画ではそんな人類の宇宙開発競争に多くのデータを与えてくれた生物について紹介します。ぜひ最後までお付き合いください。宇宙に行った哺乳類たち。宇宙という未知の領域の探索研究のために、科学者は人の前に動物を宇宙に打ち上げました。またパフォーマンス的な意味合いも関係して、さまざまな動物が宇宙飛行士に選ばれました。このように宇宙空間での動植物の行動や成長の研究を宇宙生物学と言います。はじめに脊椎動物の中で人間と同じ哺乳類を紹介します。猿。アメリカの宇宙実験といえば猿というような印象を持っている人も多いのではないでしょうか。1948年にアメリカによって赤毛猿のアルバート2世が V2 ロケットで宇宙に打ち上げられました。この猿は高度 100km に引かれた宇宙空間との境界線カーマンラインを越えた初の霊長類となりました。残念ながら地上への帰還には失敗してしまいましたが、初めての宇宙空間からの生還には成功しました。猿が宇宙実験に選ばれる理由は、やはり人間と心血管系が似ているからです。そのため宇宙有人飛行にあたってのデータが取りやすいと考えられたのでしょう。赤毛猿の他にカニクイ猿やリス猿なども宇宙に向けて打ち上げられました。しかし当時の宇宙工学の技術では、宇宙空間から生還することができてもロケットの安全技術面など他の要因で死亡してしまうケースが多々ありました。1952年やっとカニクイ猿のパトリシアとマイクが宇宙から生還し、なおかつその後も長年にわたり生き残ることに成功しました。宇宙開発競争にはこうした生物たちのたくさんの犠牲から成り立っていたという側面があります。全世界の合計ではこれまでに32回ほど猿が宇宙に打ち上げられたという記録があります。犬。アメリカが猿ならソ連の宇宙動物の代表は犬です。実験に犬が選ばれた理由としては、賢くしつけがしやすいという点、我慢強く飢えに強いという点、また世界へのアピールとして見栄えが良いという点もあったようです。そしてその犬の中でも実験に使われる選定には、身長や体重に加えストレス耐性の高いと考えられた野良犬であることや、人工衛星の狭さを考慮して排泄姿勢の関係からメスであることが条件として課されました。そしてトレーニングでは狭い人工衛星に乗ることに備え、20日かけてどんどん小さな檻に入れるといったような訓練や長時間立つ訓練などが課されました。この選考とトレーニングの末、ライカと呼ばれる雑種犬が宇宙飛行士に選ばれました。そして1957年このライカが世界で初めて地球周回軌道に乗ることに成功しました。ライカは少なくとも地球の軌道を3周しました。最終的には軌道上の宇宙船内で熱と混乱によって生命反応が途絶えてしまいました。ライカは軌道飛行後、世界中からの凄まじい注目を集め、星になった犬と呼ばれたり、ルーマニアの郵便切手に描かれたりしました。この後もソ連は何度も犬を宇宙へ送りました。そして1960年ソ連の宇宙犬ベルカとストレルカが宇宙で1日過ごし、無事帰還することに成功しました。この実験の8ヶ月後、ガガーリンによる宇宙有人飛行が成功しました。ラット。1960年、先ほど説明したベルカとストレルカと共に、約40匹のラットが宇宙に飛び立ち、生還しました。では、なぜラットがこの実験に選ばれたのでしょうか。ラットは実験動物として有名です。さらに、その中でも特に神経系の分野の実験で重宝されます。なぜなら、ラットの脳みそは大脳皮質が発達しており、人と非常によく似ているからです。またモデル動物として地上でのデータが豊富で比較しやすいという点もラットが実験に選ばれた理由の一つです。ラットを使った宇宙実験に関しては2018年から行われている NASA によるものもあります。宇宙船内は清潔に保たれているため、人にとって必要な微生物の働きが地上とは異なるのではと懸念されています。ただ NASA による双子研究という人間の双子を対象に観察した実験によると、1年程度の宇宙の滞在では腸内細菌に変化はあるものの、地上で暮らしてしばらくすれば元に戻ることが分かっていました。しかし長年の宇宙生活で腸内細菌がどうなるかは分かりません。人間の宇宙滞在期間の最長記録はロシアのワレリー・ポリャコフの438日間です。したがって
これ以上の滞在が体にどんな影響を与えるかはわからないのです。体の小さいラットの90日の宇宙滞在は人にとっての約9年間に相当します。このような性質のためにラットが実験に選ばれたのです。またこれは火星ミッションへの下準備ではないかと考えられます。ちなみに結果に関してはまだ続報が出ていません。さらに2020年、加齢による変化を食い止める研究として国際宇宙ステーションの日本実験棟希望にて実験が実施されました。2021年、国際宇宙ステーションで約6年間フリーズドライ保存され、宇宙放射線に被爆した精子によって受精した胚と通常の胚との比較実験が行われました。その結果、被爆した胚は通常の胚と比べ多少の質の低下は見られたものの、次世代への影響はないと発表されました。20世紀から現在にかけ、宇宙開発も含め様々な宇宙実験でラットは人類の発展に大変な貢献をしてくれていることがわかりますね。宇宙に行った両生類、爬虫類、魚類たち。では、次に脊椎動物の中でも鳥類、哺乳類を除いた分類で宇宙に行った動物を紹介します。哺乳類は人間も含まれる分類なので、人間の体への応用や考察が簡単そうですよね。では、他の脊椎動物は何のために宇宙へ送られたのでしょうか。また、その研究はどんな風に役立つのでしょうか。カエル。1970年、アメリカが宇宙酔いに関する研究のために2匹の牛ガエルを宇宙に打ち上げました。この宇宙酔いとは宇宙飛行士が発症する乗り物酔いのような状態です。この実験でカエルは嘔吐するような行動を見せたことから人間以外も宇宙酔いすることが分かりました。さらに、1990年、カエルが宇宙空間でどのような姿勢や行動をとるかという観察のため、日本アマガエルが2匹打ち上げられました。この実験の結果、無重力空間でカエルは手足を伸ばして宙返りを繰り返したり、何かに捕まって後ずさりをするような行動を繰り返しました。1992年、カエルの卵は宇宙空間でも正常に発生が進むかという実験が行われました。両生類の卵は植物極と卵黄が混ざってしまうとうまく発生できないのですが、この実験でやや発生の過程が地上と変わってくるものの、無重力下でもカエルが正常に発生することが分かりました。メダカ。1994年、日本の宇宙飛行士とともに4匹のメダカがスペースシャトルで打ち上げられました。魚類は宇宙で繁殖できるのか調べることが目的でした。メダカは多くの突然変異が見つかっています。そのため人為的に人間とよく似た器官を持つメダカを作り、それを宇宙空間で研究することで人間の疾患の研究につなげることができると考えられたからです。なぜ魚類の中でもメダカが選ばれたかというと、飼育が簡単であることや成長が早いことなどが挙げられます。メダカは先ほどのラットと同様モデル動物なので地上との比較が容易であるということも理由の一つです。さらにそのメダカの中でも個体の選考が行われました。基本的に魚は微小重力下ではぐるぐる回るルーピングと呼ばれる運動を行い、直進できないことが知られています。ですので試験によって微小重力に強く適応能力が高いメダカが選ばれました。そして選ばれたメダカたちは15日間の宇宙旅行中に生殖、出産に成功します。これらのメダカは先ほどのカエルの卵と違い、宇宙空間で全ての繁殖過程を済ませたのです。こうしてメダカは宇宙で繁殖した最初の生物となりました。この実験によって発生したメダカは宇宙メダカと名付けられ、その子孫は現在も宇宙メダカ研究会から譲り受けることができ、全国の小中学校で飼育されています。ちなみに、禁止事項さえ破らなければ個人で飼育することが可能です。魚が宇宙で繁殖可能なことが分かれば、宇宙飛行士の食料に関する問題の解決に役立ちます。さらに、遠い未来に人類が宇宙での生活が可能になった際、貴重な食料として養殖できるか調べることがこの研究の一つの目的だと考えられます。金魚。魚類ではメダカの他に金魚も宇宙に行っています。1994年、宇宙酔いに関するデータ収集のために生きた金魚が宇宙に飛び立ちました。金魚の頭の中には耳石器という石があります。人間の耳にもこの石が入っていて、重力を察知する能力を持っているので平衡感覚を保つのに役立っています。この類似の特徴から金魚が選ばれました。選ばれた金魚は日本で明治時代から愛されている弥富金魚という品種です。そして宇宙に行ったこの弥富金魚は宇宙金魚と名付けられました。さらに金魚本体ではありませんが、金魚の鱗の宇宙実験は人類の研究に大いに貢献しました。金魚の鱗で新陳代謝が行われていることから、メラトニンが骨量の低下を抑える作用があるかを調べる実験に用いられました。実験ではメラトニンのある培地とメラトニンのない培地に金魚の鱗を培養しました。その結果、
メラトニンのない培地では鱗の骨吸収を促進していることが分かりました。つまり骨が破壊されやすくなっていました。そしてメラトニンがある培地ではこの働きが抑制されることが分かりました。この結果を応用すると、宇宙飛行士が地球に帰ってきた際に立ち上がれないなどの宇宙疾患を和らげられるのではないかと考えられています。宇宙に行った虫たち、今まで脊椎動物を中心に紹介してきましたが、節足動物の昆虫などの無脊椎動物はどうでしょう。虫は非常に高い生命力を持っていると知られていますが、宇宙空間でもタフに生き残れるのでしょうか。ハエ、世界で初めて宇宙に行った霊長類は猿ですが、実はハエは世界で初めて宇宙に行った生物です。高高度に飛び交う放射線による被曝の影響を調査するという名目で、1947年アメリカによって宇宙に打ち上げられました。当時の予想では、宇宙線を浴びると DNA がおかしくなり、がんになったり生殖細胞に異常が出れば次世代へ影響を及ぼす恐れがあったためです。普通のハエの他に、放射線感受性変異株と呼ばれる放射線の影響を受けやすい突然変異を起こしたハエも一緒に打ち上げられました。実験の結果、カーマンラインを超えたこのハエはなんと健康体で地球に帰還しました。ただ地球上のハエより突然変異の現れる確率が高くなったそうです。そしてこの影響は放射線感受性変異株ではより顕著に現れました。予想通り、宇宙放射線によって DNA の損傷があったことが分かりました。1992年に宇宙に打ち上げられたハエは地上のハエと比べ2倍の確率で突然変異を起こすことが分かりました。雲、銀河は物理学者によって宇宙の雲の巣を意味するコズミックウェブなどと呼ばれていました。では生物としての雲と宇宙とはどのような関わりがあるのでしょうか。1973年学生実験として雲が宇宙へ送られました。無重力状態でも雲の巣を回転させることができるか調べるものでした。打ち上げられた2匹のクロススパイダーは無重力に適応するには少し時間がかかったそうで、不安定な水泳運動のような動きをしたそうです。しかし1日経つと完璧な雲の巣を作ることができたそうです。地球上の雲の巣はどの部分も平均的な糸の厚さなのに比べ、宇宙空間では厚いところがあったり細いところがあったりしました。宇宙空間ではこのような雲の巣の方が無重力空間で弾性を持たせることができるため、雲が早くも宇宙空間に適応したといえます。この2匹は脱水症状により飛行中に死亡しました。2008年オーストラリアの学生による雲の宇宙実験が行われました。この雲は無重力空間で雲の巣を作り、放たれたハエを捕まえることに成功しました。接触も問題なくできたようです。ゴキブリ、地球上で我々を悩ませる虫といえばゴキブリを一番に思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。そんなゴキブリは2007年にロシアによって宇宙へ飛び立ちました。妊娠状態のメスゴキブリを宇宙へ送りました。無重力空間でのゴキブリは運動能力が低下し、疲労しやすくなることが確認されました。ただ地上に戻ると凄まじい速さで回復しました。通常のゴキブリは生まれた直後は背中の外殻が透明で徐々に茶色になっていきます。宇宙空間で産卵されたゴキブリはこの色が変わるスピードが地球上のゴキブリよりも速かったそうです。つまりこの実験によって生まれたゴキブリたちは通常より速いスピードで成長しました。しかし2008年に生まれた3世代目のゴキブリは通常のゴキブリとあまり変わらないことが確認されました。ユスリカ、ユスリカは蚊とよく似た見た目をしている虫です。ただ蚊ではなくハエの仲間です。このユスリカの中でも眠りユスリカという種が日本とロシアとの共同研究で2013年に宇宙へ送り出されました。この眠りユスリカは名前の通り幼虫は眠ることで知られています。具体的には乾燥状態になると仮死状態になり眠っているようであることから付けられたものです。この能力はクリプトビオシスと呼び、昆虫では眠りユスリカの幼虫が持つ能力です。眠りユスリカは仮死状態で100度以上からマイナス200度にも耐えられます。また7000グレーの放射線にも耐えられます。この実験では宇宙空間でも眠りユスリカが目覚めるのか確かめることが目的です。結果としては問題なく目覚めたそうです。この実験を応用すればもっと簡単に生物を宇宙へ送れるのではないかということで、大変有益なデータが取れました。クマムシ、クマムシも眠りユスリカの幼虫と同じくクリプトビオシスといった性質を持つ生物です。カンポ動物に属していて節足動物の近縁にあたります。2007年の実験でクマムシは宇宙空間に直接さらされた初めての動物となりました。この実験は10日間ほどクマムシを宇宙空間で放置した後回収するというものでした。宇宙線のみを浴びたクマムシはすべて生き返り地球に戻って繁殖行動をしました。さらに科学者を驚かしたことは、宇宙線の他に太陽光を浴びたものは一部が生き残ったのです。
しかし、クリプトビオシスというものに関しては研究が進んでいますが、どうやってこの宇宙空間でクマムシが身を守れたかはまだまだ謎が残っています。現在も NASA が資金提供をしているカリフォルニア大学による恒星間飛行の飛行士には、クマムシが有力候補として選ばれています。この宇宙船の速度は高速の 30% まで加速する計画です。通常、宇宙船の速度は約秒速 8km で、高速の 30% は約秒速9万 km です。もし成功すればクマムシの凄まじい生命力がうかがえますね。宇宙に行ったその他の生物たち。宇宙へ行った微生物は挙げるとキリがありません。微生物のような単純な構造の生物は宇宙生物学においてとても適した実験生物です。植物も講義では生物とされています。微生物や植物などは持ち運びの便利さから、さまざまな種類のものがこれまでも宇宙へ打ち上げられ、栽培されてきました。バクテリア。バクテリアとは新生細菌の一つで、病気や食べ物の腐敗の原因になるものです。宇宙に行ったのは大量の紫外線を浴びても DNA の損傷が受けにくいことでギネスにも登録されているデイノコッカスラディオデュランスで、3年間宇宙空間に直接さらされても生き残ったことが2018年の論文で発表されました。この結果は現在の研究だけでなく、地球の生命誕生の歴史の解明にも役立ちます。生命の起源の誕生に関して、今の主流は海中から自然発生したとする説です。一方で、恒星の間を微生物などが旅をしながら地球にやってきたというパンスペルミア説はやや無理があるとされていました。しかし、今回の研究結果はこの説の裏付けに一役買ったと言えます。とはいえ、説明不可能な部分はまだまだあるので、生命の誕生に関しては謎がたくさんあります。白犬ナズナ。白犬ナズナはキャベツや大根と同じ仲間で、アブラナ科の植物です。人工授粉ができる点、単純な作りである点、一世代のサイクルが短い点から、研究しやすい植物として多くの研究で利用されています。1982年、ロシアの宇宙ステーションによって栽培されました。この白犬ナズナが宇宙で初めて栽培された植物になりました。無重力下での根の成長の観察が目的でした。結果、無重力下でも地上と同じようにきちんと下に根を張ることが分かりました。2019年、中国の月探査機による月の裏側での植物栽培実験でも白犬ナズナが選ばれました。宇宙の植物栽培では水の供給や温度調整などの課題が残っています。このような宇宙での植物の栽培などは宇宙農業と呼ばれています。安定して植物栽培ができるとなると、宇宙飛行士への食料供給はもちろんのこと、酸素供給などの点でも大いに役立つことが期待されています。これらの研究の面白いとこは、植物の成長における重力の働き、役割は200年前に発表された研究からよく知られているのにもかかわらず、無重力下でも植物が成長することが分かったことです。つまり、これまで植物は重力が作用していると思われていた役割が、実は重力を必要としないことが明らかになったのです。植物が地球という特殊環境下に適応したのか、それとも無重力空間にすぐ適応できたのかは未だ解明されていません。しかし、この研究では植物の適応能力の高さを再確認できる結果となりました。レタス。国際宇宙ステーション希望でレタスの袋栽培の実験が行われました。この栽培実験は非常に簡単です。袋にレタスの種と肥料だけを入れます。そして水をやると1ヶ月から2ヶ月ほどで発芽し、食べられるレタスに育ちます。味に関しては全て研究で使ってしまい感想はないのですが、成分分析の結果、味と栄養素も地上で栽培したものと変わらないようです。低コストで栽培できるので、月面探査時の食料補給への利用が期待されています。稲といえば世界三大主食にも入っていて、私たち日本人の食生活には欠かせないものですよね。そんな稲も実は宇宙へ行っているのです。2022年、中国の科学院の研究チームが宇宙で稲の種子から種子までの培養実験を行い完了しました。栄養液の注入から始まり、120日間かけて実験を行いました。宇宙空間では稲の株の部分が地上よりほつれ、茎の低い稲はさらに低くなりました。開花までにかかる時間は地上に比べて長くなったそうです。全体的な質は地上のものよりやや劣るものの、稲の栽培は宇宙でも可能だということが明らかになりました。宇宙生物学は未知の池に釣り針を垂らすようなものだと例えられます。わからないことが多い宇宙空間への研究は、実験前の仮説では思わぬ生物が大きなヒントを与えてくれた過去がたくさんあります。宇宙生活だけでなく、地球上の環境問題解決に役立つデータも得られています。莫大な予算のかかる分野ですから、安易にトライアンドエラーを繰り返すことはできませんが、
科学的好奇心を大いにくすぐられる分野ですね。今回の動画は以上になります。今回の動画が面白かったらチャンネル登録ボタンと高評価ボタンを押してもらえると動画作成の励みになります。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。